はい、こんにちは、親方です。暑すぎて金額が見え出した。ダクロです。マジでやばいよ。今日はね、いつものね、100日後にベンチプレス100キロ上げるっていうね、企画をね、今日いよいよね、95キロに挑戦ですよ。もうちょっとですね。まあ、じゃあその模様をね、早速ご覧ください。 VTR スタート。スタート。まずはウォーミングアップですね。実は私ね、右肩をね、痛めちゃいましたね。ちょっと狭めにね、持つようにしてね、なんかちょっと肩も凝ってきちゃってね。まあ、でもなるべくね、痛くない方法を見つけたらね、狭めに持った方がね、痛くなかったんでね。それでちょっとね、最近やってます。ナローっていうやつですかね。おっと、帽子が。薄毛がバレちまうぞ。で、80キロですね。最近はね、なんかもう60キロが、バーンみたいなね、ただのバーンみたいな気がしてきちゃいましたね。偉そうに。95キロ挑戦ですよ。肩甲骨をして、さて上がりますかね。よしよし、クリアです。いかがだったでしょうか。順調にね、怖いぐらい順調にね、いってますけどね。まあ、どうやらね、人間の頭はね、100キロっていう数字になっちゃうとね、無理だろうみたいなね、頭になっちゃって、なんかパワーが抑えられちゃうみたいなね、聞いたことあったんでね、そこのね、リミッターを外してね、やっていきたいと思います。あとね、2回ですね。97.5、その後100キロ頑張ってやっていきたいと思います。最近はね、暑いですからね、皆さんもね、体調にはね、十分お気をつけください。ではまたお会いいたしましょう。バイ。ご視聴いただきありがとうございました。